私はここで悪とは何かという根源的な定義をすることはできません。しかしこれは悪だと言えるものはあります。それを申し上げたいと思います。一つは戦後のデモクラシー、デモクラシーは悪なんです。民主主義は悪である。戦後デモクラシーを壊滅すること、これを掲げております。ではなぜ民主主義が悪なのか、皆さんは何を言ってるんだ、聞きまいかと思われているかもしれません。間違っていること、これを申し上げたい。民主主義というのは要は多数決であります。多数決で物事を決めようとする制度であります。大昔のギリシャの時代とかそういう時代であれば直接民主制だとか長い時間をかけて話し合う、こういうことができたかもしれませんが、現代の政治においてはそういうものはございません。多数決であります。数だけで決まるんです。政治もさることながら、皆さんも小さい頃学級委員会とかそういうところで何か決めるときに多数決で決めてきたのではないでしょうか。少なくとも私はそういう経験があります。しかし多数決で決められたことに私は納得できないことは何回もありました。みんなが決めたんだから、これでこれが理由で何かを決める、これはおかしい、これが私の考えの原点にあります。みんなが正しい判断をできるんですか、みんな必要な情報をもとに判断してるんですか。そうではない。影響力のある人間が、子供ながらにいたと、その人が反省に手を挙げていた、だったら僕もあげよう、私もあげよう、こういうふうにやってきた方が多かった。お前もかいと思いましたけれども、完全に不正です。私一人が反対したところで通るんです。結果としてそれは私は納得できませんが、従わざるを得なかった。要は個々人の判断が正しいという前提のもとに一人一票というものがあるわけですけれども、この正しい判断をできるという根拠があまりにも希薄ではないだろうか。この判断をするにあたってはいわゆるもう一つの悪であるマスコミの影響がはるかに大きい。悪であるマスコミ、悪であるマスコミの情報によって、少なくともそれは自分なりに考えたんでしょう、選んだんでしょう。それによって投じられた票にそもそも正当性があるのかどうか、よく考えてみてほしいんです。私は数だけで決めるというやり方はおかしいと思ってますし、我が同盟もそのように考えているからこそ、デモクラシーの危うさ、危険性を継承しているわけであります。私の尊敬する思想家に西部進めと進むという方がおります。その方の書いた本の中には文明、人類の敵、民主主義、こういう凄まじいタイトルの本があります。そこでも同じようなことが書かれております。そもそも主権、国民主権というのは何なんだと、これこそ悪の根源であるということまでおっしゃっています。主権というのは何ですか。国民に主権が移る前は王権だとか、で支配者に主権がありました。物事を決める、国政を決める権限が一部の人間にしかなかったわけです。しかしその
貢献なりなんないが、まあ、責任を持ってやっていく、決めるにもかかわらず、それがその国、その国に生まれたから、あるいは市民権を得たからという理由だけで同じ一票として与えられる。そしてその国民の結果が主権と、主権となる。明らかにおかしいわけであります。私が言いたいのは、もう一度繰り返しますが、民主主義は悪である、そしてマスコミは悪である。この2点に絞ってお話をさせていただきました。ありがとうございます。